ちらはネクスコ東日本です。午後2時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに6号向島線上り方向の情報です。函館ジャンクションを先頭に1キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方もお知らせします。故障車のため千葉東ジャンクションを先頭に3キロほど渋滞しています。次に故障車のためこの先の関塚インター付近27キロポストで車線が規制されています。ハイウェイラジオ京葉道路神奈川よりお伝えしました。あなたに実際に